はい、えー、皆さんおはようございます。えー、今日はね、こんな格好で、半袖でね、仕事始めたんですけどね、えー、実は昨日までね,ね、結構、あの、気温が高かったんで、まあ今日は半袖短パンでいいかななつね、外にも出ないし、なんつってね、着替えたら、なんと、<laughs> なかなか <laughs>、涼しいのでね、うん着替えようかどうか考えたんだけど、まあとりあえず今日はね、こんな感じで、 えー、収録していきたいと思ってるんですけども、まあ、今週もね、あのー、ちょっと、うん、あるところに、えー、急に呼ばれてですね、えー、出張してきましたであのー、ねえー、公演も一つですね、えー、頼まれて、えー、行いましてですねまああのー、今年はだいぶねあの公演の依頼が増えてきて、えー、なんとなくこう、うん、この流行り方のね がが終わった感が、ねあ,ってですねまあこれでまああのー、元に戻ればいいんだけどねなかなかうそう簡単には戻らないみたいで、えー、この間あの、ね、定期検査であの病院行ったらですね、あのー、もうマスクいらないと思って行ったらですねあのマスク <laughs>、ね、<laughs> のご協力お願いしますかって言ったらかわま、ね、たまたま車の中にマスクあったんでねそれして、えーね、検診してきましたけどなんだかねあのー。 どういう形で元に戻るのかねよくわからないんですけども、まあ、今日はどんな話しようかというとですね、まあ、実はあのこれも名前言っていいのかなまあうーんと今はねちょっとその大学が変わったみたいなんですけどもあの元ね東大の教授で倉橋教授っていのがいるんですよ、まあ、女性でねあの同じ全く名前なんだけど、まあ、たまたまその方とね、えー、お会いすることがあって。 えー、その方のねお話を、まあ、みんなで聞かせていただいたんだけどいやあのうん各所それぞれにいろんなことを考えて、まあ、いろいろ研究してるのねそれで、えー、僕はねこの彼女が、まあ、あの研究してるバイオマッシュア構想っていうのがあってですね、えー、次世代に向けた、ねえー、大イノベーション先,先導モデルってことで えー、実はあの海洋深層水をです、ね、活用しながら、えーまあ、バイオエネ,エネルギーを作っていくというんだけどあのすごい簡単に言うと、ね、今あの石油に頼っているわけじゃんでこれが、まあ、結果的に CO2、えーね、が発生してでだからあ、ね、化学う、まあ、石化燃料はあ、ね、なるべく 使うな、みたいになって、で、それが結局、車もね、電化、あのうん、電気の方に住んでるし、あと水素ね、の方にも住んでるし、とりあえず、ね、CO2 を削減するっていう動きの中では、まあ、この、うん、化石燃料っていうね、ものから脱却しなきゃいけないっていう、まあ、一つの発想なんですよ。で、この倉橋教授は何をしたかというと、実はですね、この、えっと、海藻にある藻ですね、 えー、それを、お要するに、えー、植物、植物性の、おまあ、まあ、植物を、おね、えー、植物性オイルに変えて、で、そのオイルを燃料に使うことによって CO2 が削減できるって話なんですよ。でね、面白いなと思ったのは、この、いわゆる、えー、この、 えー、彼女が、まあ、見つけたのはですね、デュナリエラっていうあのもらしいんだけども、そのもをね、要するに、いわゆるなんていうの、あのう砂漠、ね、温度がある程度高いところに、海洋深層水を入れることによって、このデュナ,エリ,デュナリエラっていうね、まあ、これ発表されちゃったからね、いいと思うんだけど、デュナリエラっていう、そのね、 藻を、えーね、繁殖させてでそいつをおいわゆるオイルに変えるっていう、ねえー、ことをやってるそうなんですよ。それで、えーまあ、このバイオマスシュアっていうのがなかなかうまくいかない理由ってのはコストなんだよね。えー、結局だからあのうんいわゆるういろんなところでそういうエネルギーを要するにいい、ね、化石燃料から変えようって言ってるんだけどもまだまだその、ね、今のところその うん、原油が高くなったといえども、やっぱりさ、うん、ね、ガソリンで言ったら1リッター、ね、100、うん、今、いくらだ ?160 円とか170円だよね。で、それをもっとこうね、えー、こう、原価で見ると、まだまだ安いわけですよ。で、まだまだね、あのー、採掘っていうか、うん、ね、えー、できるわけじゃないそうすると、あのー、今こんだけね、ガソリンの値段とか、そういう原油の価格が上がってきても、ね、まだまだ、 ああ、他のエネルギーと比べると安いわけですね。まあ当然、原子力のエネルギーっていうのは一番そのコストがかからないみたいなこと言ってるけど、製造するのと廃棄するのにとてつもないコストがあるわけですよ。そうすると、おまあ、これ逆に、えー、ね、そのエネルギーは得られるけど、その人間の命に関わる問題になっちゃうから、なかなか、そこも思い切ってね、何かできないってことなんだけど、このね、あの、倉橋先生ね、 えー、クラージュ・ミドリさんっていうらしいんだけど、この先生が、あ一応ね、えー、考えたものというのが、これ実現するとですね、生産コストを計算してみると、今までのそのバイオお燃料の10分の1でできるそうですよ。だいたい、えー、と、おね、えー、1キロあたりっったかな ?80 円くらいでできるらしいのね。でね、これ最先端なんだけど、あのー、結果的にね、 その、なかなか、その、うん、国が動いてくれないみたいな形になっちゃっていて、え、これね、今力入れないと、結局もう、あの、ね、特許でこうね公開されちゃってるから、これ、またこれ、海外に持ってかれちゃえば、日本はね、えっと、ね、え、また2番戦時、3番戦時になっちゃうわけじゃん。でね、えっと、日本のその、なんとかな、こういう研究開発ってものは、どんどん進んでるしね、例えば、 前ね、なんだっけ、あの、うんじね、人の臓器作ってさ、あそれのねあの、うん、研究が発表されて、結局めちゃめちゃこう避難されて、で、結局そのね、技術っていうものは海外に行っちゃってね、今海外でどんどん、あの、その研究が進んじゃってるわけじゃないですか。で、日本っていうのは、そういうのをね、どうもわからないけど、あの、ね、えー せっかく日本人が、ね、考えてあの、日本の技術を作ってで、実験をした結果ね、成果がもう出てきてるんですよ。だから、あとは、ね、あの実現に向けて動くことなわけだよね。で、それを結果的にいい、ねそのまあ、予算の問題もあるし、いろいろやるべきことっていうのは、まあ、個人じゃなかなかできないわけじゃない。 でそういう面でいくと、おね、ここの、今、早く手を打たないと、また、あね、この、うん、せっかくできた技術が、海外に渡るか、もしくは、それごと海外に持ってかれるか、っていうような、あ事態になってるわけね。やっぱさ、僕あのー、これね、あのー、まあ、いろんなね、その、うん、研究がされて、まあ、国からのね、補助金とか助成金とか出てるみたいなんだけど、あのー、実際にさ、ね、 えとその、うん、成果として、結果が出ないものっていうのも、実はあるんですよね。えーまあ、いわゆる、うん、国からの補助金、助成金もらったけども、結果が出ないまま、あやむやになってしまう。ね、でそれが、まあ、結果的にですね、えー、失敗したとか成功したっていうのはあ発表しないわけだよね。なんでかっていうと、非難されちゃうからなんですよ。これ行政のやるる仕事みんなそうだよね要するに あのー、はい、お、お金出しました。で、結果がこうでした。で、で残念なことに、えー、こういう結果になってしまって、申し訳ありませんで。まずないね。えー、なんとなくこう、うん、成功した形に発表するか、危ういやのまんまなくなるか。で、まあ、いろいろね、あのー、話を聞いてみると、まあ、最終的にはそのコストの問題なんですよ。で、そのコストをどのように下げて、で、えー、今の化石燃料と同等なね、 燃料をとかそういうものを作れるかなんだけどもこれはねもともと微細藻類っていうねそのうんまあ藻だよね海の中にこう現れる藻があるじゃないでその藻が要するに藻、えー、を、あのー、培養してで、えー、それをエネルギーに変えるってことででこの藻自体はさ人体に全く影響はないんですよ あの、食べちゃったり、飲んじゃったりしても、ね、えー、全く問題がないような、ものらしいんだよね。で、まさか、石油とかそういうのはさ、飲んじゃったら大変なことになるじゃん。っていうことで、人体に対する影響なんかも、ね、大きく変わるわけじゃない。だからそういう面でいくとね、うん、これは、あかなり面白い研究だな、っていうふうに僕は思いましたね。あの、ぜひね、えっ、ー、と、これ、まあ、あの、うーん、まあ、 東京大学から今ね、玉川大学に移ったとかな、うん、なんだけども、えっと、まあ、東京大学の倉橋教授っていうのをね、調べていただくと、あの、いっぱい講座あと出てますから、まあ、よかったらね、ぜひご覧になっていただいて、あとまた、ね、あの研究とかそういうものについて、今後またね、進めていくっていうことですから、まあ、今度は、あの、そのね、成り行きがどうなるか、まあ、ぜひ皆さんもね、興味を持って見ていただきたいなっていうのと、まあ、あと、ね、企業向けにですね、一応、あの、うん、なんか、 えー、寄付なんかも求めてるみたいなんで、えー、よかったらねアクセスしていただいて、えーね、そういう分野で興味のあるような方がいたら、まあ、そこにねあの、うん、寄付していただいて投資という、ねえー、方向性で何か持っていければいいんじゃないかなというふうに思いますいやいやあのー、ね、うん、研究者っていうのはいろいろね研究してて、まあ、一緒に同行した方もねもともとこの分野の研究者でね で話が盛り上がっちゃってね、えー、結構お面白かったけども僕もほらあの意外に科学はね、えー、国語とか社会はね駄目だけど科学は結構得意だな分野だったんで、まあ、話が非常にあって、ね、面白かったなと思いますねあの最先最。最先端技術っては、ね、あのはう聞いてみるとさ、あのーね、そんなに複雑じゃなくて ね。まあ、当然、そのいろんなノウハウとかあると思うんだけども、そこにたどり着いたことによって、拡散して、ね、あの、いろんなあ考え方が広まってきてで、最終的には、あのね、地球の中の話だよね。今も地球温暖化がどんどん進んでいくのと、もう一つは、ね、あれじゃない。えー、日本のね、人口は、あの、減ってるから、なんとか人口減のね、対策を取らなきゃいけないって言ったけども、世界中で考えたらさ、 ね、僕たちが、ね、子供の頃ってさん、40億人くらいしかいなかったんろ今80億人くらいいるわけでしょ、ね、でこれから先また100億人になっちゃうかもしれないし、ねまあ、あのこのね、えー、いわゆるうん流行り風によってさ、だいぶ、ね、人口が抑制されてるかもしれないけども、まあ、そういう面でも、まあ、80億人いてこれから増えるとなると、やっぱ食料だとか燃料だとか、ね、あと、 うんまあ、最大なこのね、CO2 の話だとか、まあそういうことをさ、考えていったら、やっぱり今、ね、早く手を打たなきゃいけない時代なんだろうな、というふうに、僕はね、話を聞いて,て思いましたね。うんなかなか、これから先、ね、日本という国が、まあ、この、日本というだけで何も、この、ね、 えー、できないかもしれないけども、グローバルな目で見たら、もう大変危ないことがいっぱい世の中にあるってことをね、皆さん、お,、ね、お気づきいただいて、えー、また、まあ、もしね、この、おね、あのー、動画を、えーね、行政の方見ていただいたとすれば、まあ、この、ね、倉橋教授の研究にね、ぜひ着目していただいて、えー、ちょっとね、あの、うーん、 具体的にどのようにするかっていうことを国を挙げてね、ぜひ応援していたい、ね、あの応援していっていただきたいなと思います。まあ、ちょっとね、この国策研究会でもね、えー、ちょっと話をして、えー、これをどのような形に、えー、まあ国のね、事業としてできるんじゃないかなというふうに僕は思いますので、そこの辺もね、ちょっとこの話をしに行きたいなというふうに思っているわけです。まあ、ということでね、えーまあ こういう分野でね、活躍してる方々があ結構いますので、えーそ、そちらの方もね、えー、ぜひ、まあ、テレビでこういうの発表しないじゃないね。ね <laughs> うん。あのー、ねどうなんだろうね。その、うん、まあいいわ。その先はいいけどさ。うん、まあ、とりあえず、ねえー、この、ね、日本初のね、実験と、えー、いうものがまたね、世界を知らしめるような形になれば、 面白いんじゃないかなと僕は思いますので、ぜひ皆さんもね、えー、ご興あの、5000円の方をね、お願いしたいと思います。それではまた。